ちゃ。こんにちは。詰まっちゃ。詰まった。詰まっちゃいました。詰まったダメだ。詰まったらそうですよね。打てない。打てる、打てない、はい、詰まるといえば、はい、バッターでもやっぱり1軍で活躍できる選手、うん、1.5 軍だったり2軍の選手、今日はその違いって一体何なんだろう。で、1軍で活躍できる選手ってどこがすごくて活躍できるんだろうっていうところをちょっと豊さんに解説していただけないかなと思います。まずさ、はい、まあ、そういうことを言うんだったら、うん、自分を知るっていうことだよね、うん、例えばホームランバッターじゃないのに、はい、高校の時に、うん、高校通算何十本打ちましたみたいな、はい、そういう触れ込みで入ってくるじゃない、うん、やっぱホームランを打てると思っちゃうんだろうね、うん、それでおかしくなるんだよ。お前の体で打てるかよみたいな、はい、そんなパワーしてって、うん、お前持ってたのは所詮金属バットだろみたいな、あ、まあ、そういう自分の捨てられない変えれない人は成功しないよね。だから自分をよく知るということだよ。その生きる道は、例えば村上選手とか岡本選手ってもう里輝選手もそうですけど、明らかにホームランバッターじゃないですか。そういう選手は自分はプロに入った、あ、ホームランバッターでいけるっていうのはどういう見極めでいけるんですか。生かすために取ってるわけだ。もうホームラン、最初からホームランバッターなんですね。もうなるよ。例えばこの選手は高校の時とか大学ではそのホームランバッターだけれども、プロに入って中長距離に変えたっていうのは、例えばだとどんな選手たちになるんですかね。高橋由伸、はい、元ジャイアンツ、ジャイアンツ、はい、でもあの選手はやっぱトリプルスリーのタイプの選手だよね。だからホームラン王にはならないけどホームランは打つ、はい、首位打者にはならないかもわからないけど率は残す、はい、ね、打点も残す、うんうん、まあ、そういうタイプだよね。だから大学の時はやっぱり6大学の記録を作って、はい、そのホームランバッターだっていう触れ込みだけども、じゃあ松井秀喜に勝てるかって言ったら勝てないわけでしょ、パワーとか、まあ、そうなってくるとやっぱ中距離ヒッターになってくるよね。だから己をいかに知るかということ、まずは、はい、それによっての打ち方っていうのが違うんだよ、わかる。それを習得できるかどうか。だから結局人間ってなりたいと思うことしかなれないんだよ、わかる、うん、ジャスティン・ビーバーに俺がなれるか、なれないです、思ってもなれないよね、はい、そんな夢の物語を描いても仕方ないわけよ、はい、でも現実に戻って自分はどのタイプなのか、どのところに所属するのが一番楽なのか、花開くのかっていうところをまず見つけられるやつだよね。まずそこですね、うん、だからイチローでもトリプルスリーのチャンスはあったよ。でも30本という枠を超えたら自分の率がなくなるっていうふうに考えると、やっぱり率を取りに行くよね、はい、ホームランもそれでも打ったけど、でもメジャーでは打たなかったでしょあんまり、はい、そうなってくるとやっぱりいかにヒットを打っていくか、うん、その存在価値っていうのを見出していくというか、自分でね、はい、だから己をまず知らなきゃいけないし、そういう形を決まったらどういう打ち方を習得していけばいいのかっていうことをやっぱ考えていかないとね。そうですね、そうそうそう、それができる人がやっぱ成功していくよ、うん、でね、まあ、素質とか、まあ、もちろんあるよ、うん、でもその考え方一つによってやっぱ全然変わるという、うん、まずそこなんですね。そう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 、そこからじゃあ自分は中長距離バッターだっていうふうになった、あれだけ練習の時は打ててるのに、例えばバッターボックスになると打てる打てないとか、それはわがままで待つんだよ。人ってわがままだから、はい、ここでまっすぐを投げてほしいなって思う時はほとんど投げないよ来ないですね、来ないんだよ、はい、その時に冷静に変化球しかここは俺に対してはないだろうって思えるかどうかだよ。苦手な変化球でも打ちに行くとか、はい、そういうことなんだよ結局。だから苦手を克服しないとやっぱりいいバッターになれない。そうですよね、うん、例えば今シーズンで言うとその若い選手であれば、例えば中日の村松選手、うん、それから DeNA の例えば関根選手だったりがすごくいい成績を残してるっていう、うん、まあ、村松と関根じゃやっぱキャリアが違うよね、はい、でやっぱ関根っていうのはキャリアを積みながら自分のポジションを掴んでいって自分のスタイルを掴みに行った、はい、でメキシカンリーグ行って武者修行して帰ってきてる、うん、
だからそこら辺 の、 その考え方だとか、はい、そういうものが今年出てるだけであって、村松はまだ1年目じゃない。そう、まあ、それはかわいそうだよ。確かに、ね、比べるとね。ただ村松選手、すごく、ね、バッティングにしてもホームランも出たりとか、そこは2軍からこう1軍に今もう定着しつつあるっていう、この壁を何を超えて今ここに。関根、はい、村、例えば今村松選手は。村松は、はい、いい先輩がいないんだよね。だまあ仮に井端とか荒木とか、はいね、先輩にいて二遊間組んでて、うん、その後ろに守ってるっていうんだったら、うん、ものすごい守備でもバッティングでもいい見本がいるわけよ、はい、そしたら俺は井端さんみたいにやっぱやらないとこの世界では通用しないなと思ったら井端を目指すでしょ、はい、で今誰もいないわけよ、はい、だからどう考えていいかわからないっていうのは他球団に向けなきゃいけないっていうね。うん、そしたら他球団に向けたら坂本なのかやっぱ坂本じゃないなと、うん、山田じゃないなと、うん、俺がここでトリプルスリーなんか狙えるはずがないよねって、うん、バンテリンでね、はい、そしたら誰なんだろうと思った時に今宮かなとかそういうことなんだよ、はい、だからそういうことでやっぱ目標になる選手をやっぱこう見つけなきゃいけない。でどういう努力をしたのかとかさ、はい、どういうものを食べてきたのかとかさそういうものもやっぱ知った方がいいよね。そうですよね。だから話ちょっとそれるかもわからないけど、はい、バンテリン、うん、あの広い球場でホームランバッターを連れてきました。ホームランバッターになりたいやつなんか一人も出ないから。はい、そうですね。そうでしょ、はい、でホームランが出ないホームランが出ないって、うん、何が悪いんだってもう球場の形状が悪いよ、うん、そしたらテラス席でも作って、うん、やっぱ育てないとスケールの大きいチームには絶対ならないということで。そうですね、絶対ならない、これは言っとく、うんうん、たまにさ忘れた頃にホームランが出るようじゃしょうがないじゃないそう、ね、やっぱ活性化もしないしさ、うん、一番使う球場だから、はい、だからホームランバッターはあそこでは絶対育たない。中日っていうとやっぱり大島選手みたいな選手が育ちやすいっていう。そうそうそう、でいやそうじゃないとあそこの球場では使い道がないから、足の速い選手岡林とかね、うん、じゃないと無理だから。だから球場によっても違うんだよ。で俺が一緒にやった中で宮崎 DeNA の今首位打者走ってる、はい、でね言われたんだよスカウトに、うん、GM にね、その時のあいつは守備はもう全くダメだ、バッティングは使えるからって言われたのね、うん、でどうなんだろうなとかって見てたら確かに使える。何が違うかって言ったら、うん、悪い時に逃げるところ知ってるんだよ、あいつ右に打たしたら抜群にうまいから、うんうん、困ったら右、うん、だったんだよ。今は餌撒いといて引っ張り上げるけど、へー、すごいですね。いやいやすごいんだよ。まずやっぱり基本的には軸がぶれないという、はい、彼の特徴はタイミングの取り方っていうのをここでは慌ただしく取るけども、うん、だけどそれでも間があの中にはあるんだよね、うん、で逃げ道を持ってるということね、うん、あのそんなに宮崎選手ってあんまり波がない、ね、ないですよね、うん、だからそれもすごい。だから軸がぶれないから波があんまりないんで、あ、そういうこと、ね、あとは疲れたとかそういう体の弊害が来た時にちょっと成績が出なくても、うん、だけど体がちゃんとしてて軸がぶれなかったらいくらでも打つよ。もうねバッティングはね天才的だから宮崎選手、うん、宮崎選手がなんかずっと低迷してるってイメージ全くないんで、いや、ね、頭がいい。だからシャミ嘘もつけるし、はい、餌も負ける。だからまあ職人タイプだよね。そうですよね、うん、だからそこまでやっぱ考え方っていうかね、うん、しっかりできてる。だから言ったじゃん、わがままで待たない、うん、だからここは俺に外のマスなんか絶対投げてこないって言ったらやっぱ変化球ね、そうですね、待ってるし、待ってなくても打てるタイプだけど、それとやっぱ詰まることを怖がらない、詰まっても落とせばいいんでしょみたいな、そういうことだよ、あ、そうなんですね、うん、一流の選手って全然やっぱり違うというか、いや違う、あいつは違う。そうですね、うん、あと例えば阪神の近本選手、アベレージも残すし、ね、塁も出るし、近本選手はどういう打者とか、なんかああいう近本はね、自分のことをよく知ってるんだよ。うーん、自分の弱点を攻められるっていうのもよく分かってる、はい、だからあえてそこを無理していかない、うん、必ず間違えると思って待ってる。そっちもそうなんですね。そうそうそう、やっぱり俺の弱点は俺の弱点であるけども、わーって待ってて、弱点に3つ来たら3つで終わってもいいと思ってるはずだよ、はい、時には振るよやっぱり、うん、これも餌巻きで、だけどこうやって待ってて、弱点の1個甘くなったボールってのはクソ甘いから、はい、
ね、そこを待って、要はね、ここだから技術との前のもうそうなんですね。技術はみんなね習得したようなふりするんだよ、はい、でも結局は頭でやってるから、それとわがままじゃないやつがやばい。いや、そうなんですね。わがままが時として当たるからね。だからそのわがままから抜け出せないやつはいるけど、はい、いやだけどわがままで待たないということで、優秀なバッターはね、うん、技術はもうみんなやっぱり持ってるから、そこからのいかに頭で考えて打席に立ってるかっていうところですよね。現在の選手の中でナンバーワンバッター、まあ、いろんなタイプのバッターのナンバーワンがいると思うんですけれども、豊さん考えるナンバーワンバッターって誰ですか？今ナンバーワン宮崎じゃないの？もう宮崎選手か。宮崎だと思うよ。わがままじゃないのがね、うん、自分でいやもうここはもうしょうがないんで、ここはもう相手の決め球待つしかないっしょみたいな考えても分かんないっしょみたいな、そんなタイプ。もう入団当初からまあそういう感じだったっていうことですか？いや確かにいいバッティングしてたよ。なんか誰かのアドバイスがあったりとかもあったんですか？それとも自分でどん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 工夫したり。いや彼は一つやると一つ覚えていくタイプだよね。一試合やると一試合に対してのその利が積み上げられるというか、まあ、そのぐらいやっぱバッティングに対しては敏感な男だよね。だから DeNA はあんなに長い契約を取ったってことですよね。まあ、そうだね。宮崎選手か。宮崎が俺は見てる感じじゃやっぱ納得するというかさ、うん、ああやっぱこれ打ちに行くよな、あここで打つよなみたいな、うん、そういうのはすごく見ていて、片目からだからね、はい、よく冷静に見てるから分かるよね、うん、中田選手ともまた全然違うってことですよね。そう、はい、栗林からフォークを待っててホームランをサヨナラ打った時は、はい、これは完全にロックオンしてたよ。おもうそういうのとか見てると楽しくてしょうがない中田翔選手も一流の選手じゃないですか？いや賢いよ。それはまたその宮崎選手と同じような賢さ、それともまたちょっと違うんですか、タイプが？中田は餌はまかない。行くときは強引に。へえ。でも宮崎は率も残るでしょ、はい、だから強引さはあんまりないんだよね。今それもちろん行くときあるよ、うん、9回ランナーなし2アウト強引に引っ張って持っていこうとするときはあるけども、だけどそれ以外はそんなにないよね。いやこれは後々のために餌撒いとけみたいな、はい、そういうところもあるよね。でも中田選手は餌を撒かずに。餌撒かないね。中田選手もやっぱり一流のトップの選手なので。まあそうだな。例えば坂本選手、坂本選手はどこがやっぱり天才的なんですか？坂本は柔軟性があるんだよ、体に。だからこんなことができたり、こんなことができたりとかさ、はい、ものすごく柔軟に対応するから。やっぱ坂本選手っていうと、やっぱりそのインコースのさばき方がもう天才的って言われていて、やっぱり天才的なんですか、それは？やっぱ肘の抜き方とかね、肘の開け方とか、天才的だよね、はい、あれって豊さんが真似しようと思ってもできないんですか？またちょっとタイプが違うんだよ、抜き方の。抜くは抜くでもタイプが違う。あいつは肘で抜いてくるけど、はあ、俺はグリップを抜くんだよ。肘とグリップでまた違うんですか？すごい、全然ポイントが違うんですね。だからその坂本っていうのは多少パワーあるからね、はい、だからそれで持っていけるかもわかんないけど、俺らがこう持っていったらファウルが関の山だ。肘を抜いて脇をあんまり開けないようにしないと前に強い打球が飛んでくれないんだ。へー。ファウルにするんだったらこうやって抜いてもいいよ。いやだけどそれとはまたちょっと違う。坂本選手がやっぱりパワーがあったりとか柔軟性があるっていういろんな複合的な要素で肘で抜いてホームランに持っていけるってことなんですか？あいつはあの引田天功のジェシカっていう、ね、なんか関節全部外れるんじゃないかっていうあのタコみたいな。いやそのぐらいバッティングでは柔らかさを見せるよね。すごいですよね。だから拾えるし叩けるし、はい、抜けるし押せるし何でもオールマイティー。そうそうそう、これはやっぱり自分が培ってきたもんだ。あと村上選手、まあ、まあ去年からも言われてますけど、村上選手はじゃあどこがするんですか？村上はねホームランとかもう考えなくて、もうとにかく打てって言ったらホームランを考えずにね、はい、相当なアベレージ残すと思う。へえ。でもやっぱ彼の中ではやっぱホームランのこだわりがあるから、はい、自分を形にはめないと器用さを出してしまうとホームランって減るんだよ、うん、それを彼はよく知ってるのかなと思うよね。でね、王さんでも一本足、はい、刀で叩くイメージみたいな、それ一本でやるでしょ。
だからね、不器用な人ほどやっぱこうホームラン量産できるというかさ、その形にはめていったら、はい、だからサトテルも器用なんだよある程度、うん、で村上も本来は器用なんだよ、はい、だけどその器用さを我慢しながら自分の形で打たなきゃいけないと思ってるから、ちょっと苦しさもあってスランプも入った時には長いのかもわからないけども、はい、彼が柔軟性を出していいよって言ったらいくらでも打つと思うよ。彼の凄さってどこなんですか？パワーだよ。もうパワーですか？パワーとやっぱ考え方というか、これはやっぱりこうプロ入り1打席目2打席目見てるけど、最初ホームラン打ったのかな1打席目に、うわすごいなと思ったけど、2打席目ポンポンと追い込まれて、そこからどうしたかっていったら一生懸命内から出しながら粘ってるわけよ、はい、あこの子はすごいなと思ったよ。へえ、バッティングをよく分かってんなと思った。あこれは物が違うと思った。そうなんですね。一流の選手でもいろんなタイプの選手がいて、だから柔軟性とその餌巻き、いろんなことを総合的に考えたら、それはやっぱりナンバーワンは落合さんだよ。これはね、右に出るものはいない、今のところ。いやそんなにやっぱりすごかったんですか？もうね、これはね、ホームラン打つ方向まで決めてた感じがするよ。ここはここで、ここに来るからここに打とう、今度はこっちに来るだろうからここはここに、ここで打とうみたいな。いやそこまで俺は決めてたと思うよ。それで分からない、これは分からん、こいつは何考えてるか。じゃあ決め球から投げてくるから、それを待ったみたいな、わざと追い込まれる、わざと追い込まれるってことですね。そう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 、追い込んだら絶対決め球フォークが来るでしょみたいな、うん、じゃあフォークを打とうみたいな。はあ、すごいですね。打席で心も動かなかった、ブレなかった人で、考え方、打席に入るまでのその考え方の整理、全てができてて、それを表現一番できた人は落合さんだと思う。すごい。それはもうその東芝から入ってきてロッテ行って、巨人でしたっけ、それで日本ハム、日本ハムずっと一貫、いや一貫ではない、まあその最初の頃は分からなかったと思うんだけども、うん、まあいろんな人の助言だとか、うん、いろんな人との話だとか、まあ、そこからいろんなこう考え方っていうのは構築されたと思う。悔しいけど落合さんだと。そうなんです、ね、なんで悔しいんだってな。お前とは全然レベルが違うんじゃないかいやいや、だから豊さんもすごいバッターじゃないですか。いや俺はとりあえず塁に出ればいいっていうバッターだった。いやでもまずその塁に出ればいいで出れるってことも、それも一つの凄さじゃないですか。落合さんから比べたら変みたいなもんだそんなことそれ落合さんなんて、まあ、例えば一緒に組んだとしたら、はい、俺が出ないと三冠を取れないからね、打点の数稼げないから。そうですよね、うん、だからそれはありがとうって言うかもわかんないけど、うん、でバッターの質からしたらどっちが大変でどっちが楽かって言ったら、うん、変みたいなもんだ年間の打率3割超えキープとか何回もしてるじゃないですか。まあまあそうだね。だから落合さんとの率はまた全然違うよね落合さんの方が高いよねいやでも3割の超えてキープできるっていうところがまずすごいですよね。まあまあそうだね、うん、まあいろんな打ち方あるんだけどね、やっぱそれには選球眼も良くなきゃ、うん、やっぱ結構苦しむしね3割打つのに、はい、考え方でここはフォアボールで来るなとか、はい、ここはこここういう風に来るなとか、うん、まあいろいろやっぱこう年数を追っていくとさ、まあ分かるようになってくるよ。何年目ぐらいからだん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 分かるようになっていくんですか？やっぱレギュラーにならないと分からないな。そうですよね、レギュラーで3年ぐらい経ったら相手もやっぱ認めてくるから、うん、で認めてきたらパターンに入ってくる、うん、パターンに入ってくるというのはデータに入ってくるということで、はい、そしたらこっちもデータ持ってるからすり合わせると大体ここら辺に投げてくるとか、はい、こういう球種が多いとかそういうデータが出てくるからさ大体分かり出すんだよね、うん、だからレギュラーはそうだな2年3年は張らないとやっぱ楽にはならんな。そうですね、今の話聞いてると、うん、一流だったり一軍でレギュラーでやれる選手っていうのは何を持ってる選手たちなのかっていうのがちょっとなんか見えた気がします。そのちょっとだろ、ちょっとだろ、もうちょこっとですけど、もう全部は教えてないのまだそうですよね、まだ第2弾があるぜみたいな。ちょっと第2弾を楽しみにします。回ったらねはい